エドワード・ダンロイター、1898、エドワード・ダンロイターは、ドイツ出身で、イギリスで活動した、ピアニスト、音楽関係の作家である。ストラスブールに生まれ、ライプツィヒ音楽院で、イグナーツ・モシェレス、モーリッツ・ハウプトマン及びエルンスト・フリード・リヒリヒターの教えを受け、音楽家として、修行を積んだ後、1863年からは、イングランドに今日構えた。 リヒャルト・ワーグナーに精通しており、ドイツ・マンハイムで1871年に創立されたワーグナー協会のロンドン支部を1872年に設立している。1895年に王立音楽大学のピアノ科教授に就任し、そこで生涯にわたって教弁を取った。イースト・サセックスのヘイスティングスにて没。新しい音楽に熱心であった彼は、 作曲家ヒューバート・パリーに多大な影響を与えた。彼の家があったロンドン・ウェストミンスターのオウムスクエア12パンチには2005年7月26日に名番が除幕されている。彼の息子のヒューバート・エドワード・ダンロイターはイギリス海軍長官であり、戦艦インビンシブル沈没事故の6人の生還者の一人である。ありがとうございます。